今日は17度ぐらいになるのかな。すごいあったかい。北ヨーロッパだったらもう夏かな、17度ぐらいな感じ。ちょっと歩いてきたから汗ばんでます。ここは皇居ですね。で、皇居いっぱい門があるんだけども、ここは桜田門という門です。ゲート、桜田ゲート。まあ、天気からみんなランニングいっぱいしてます。走ってる人が皇居ランナーっていうんですけどね。休みの日とか、それとか早朝とか、私の会社この近くにあるんですけど、早朝とかみんな走ってます。結構一周がだいたい5キロね。それで、同じ方向に回らないといけないらしい。だからまあ行為みんな走ってますけども、反対に走ってる人は基本的にはダメね。同じ方向に走るらしいです。まあ、今日は天気いいから余計にいっぱいいろんな人が、いろんなランニングクラブの人とかね、が走ってんじゃないかと思います。まあ、あと当然私みたいに歩いてる人もいっぱいいます。今日の持ち物はコーヒー、自動販売機ね。それと家で入れてきたローズティー、めっちゃいい香りです。あとはソフトケーキ、ムーンライト。あとこれはバタークッキー、これも美味しいです。ここは皇居だけど、元は江戸城だったのね。サムライキャッスル、1457年に太田道館という人がここに初めて資料を作ったんですけれども、その時はそんな大きくなかった。で、1600年に徳川家康が幕府を開いてから、ここに、ここを居城にしました。それで、それから10年ぐらいかけて、すごく大きな、まあ、ここ日本一大きなお城の跡なんですけれども、ここを作ったと。で、まあ、約300年ぐらい、お城、まあ、将軍幕府だったんだけども、1868年に、まあ、政権を天皇新政という感じで、に返上しまして、まあ、そこからは天皇の住む場所になったということになってます。まあ、日本のお城ってだから14世紀から15世紀16世紀ぐらいにかけて、まあ、いろいろ侍の時代が争いの時代になってね、その時にもともとはだから相手を攻める、まあ、要塞みたいな感じで作られて、その当時は日本全国で2万7000箇所ぐらいあったらしいです。まあ、それでも時代も変わりで、新しくできた徳川の幕府が城をそんなに作らさないように、まあ、指令を出したりして、一国一城とか、まあ、当然城ってその攻める要塞みたいなもんだから、それをまあ作るなですごく減って、で今残ってるのは全国で200ぐらいです、見学できるのは。まあ、それは日本各地に残ってますけれども、そういうお城のある町っていうのはその近くに城下町っていう、まあ、タウンがあって、それは非常に整備されてて、観光、現在は観光資源にもなってて、見ると本当に楽しいところが多いです。私姫路出身なんだけども、兵庫県の西の方のね、そこの姫路城っていうのはおすすめです。日本で最初の世界遺産登録されたところで、まあ、白鷺城っていう、まあ、こういう白い漆喰で全体が塗られてて、本当に優美な、一番優美なお城だと思います、日本で。で、海外でよく日本のいわゆる観光雑誌みたいなありますけども、お城の写真というのは大体その姫路城が出てますので、もしあなたが
まあ、関西、東京以外関西、京都とか大阪とか行くことがあれば、まあ、そこから1時間ぐらいで姫路行けるんでね、ぜひおすすめします。中は16世紀、17世紀に作られた当時のそのまま残ってます。まあだから、まあ何もその昔のままだから階段とか大変だけども、上に登ると姫路市の景色が見れますので、ぜひおすすめします。など、まあこれから日本は1年で一番寒い時期なんですね。2月の頭ぐらいまでが一番寒い。で、2月の3日、今年は2日かな、節分って言って、いわゆる立春、春のスタートになるんですね。そこからだん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 いろんな花が咲き始めます。まあ、最初は梅だな、梅が咲き始めて、それから2月3月梅 で3月の後半から桜で、それからどんどんいろんな花が次々と咲いていく。本当に綺麗な季節がやってきます。まあ天気は今みたいな、まあ、冬の天気はだいたいこういうふうにクリアに晴れて、寒いですけれどもいい天気です。まあ、東京の方がね、パシフィックオーシャンの方が太平洋、日本海側は雪でいっぱい。まあ、それでもスキーリゾートがいっぱいあるから、非常にまたそれも楽しいです。私もまたスキーに行きたいぐらいですね。この近くは官庁街なんですね。国会議事堂も近くにありますし、国会議事堂、これだ。ここですね。で、お堀がこうあって、この古風な建物は法務省。皇居の周りというのは本当に散策するのにいいところです。まあ、皇居のこの中自体も基本的には昔の森そのまま残しているような感じで、まあ、中にパレス、天皇の住んでいるところがあるんですけど、それ以外は本当に森ですね。自然そのまま残っている。で、まあ、おすすめの観光スポットとしては、皇居自体には中には入れないんだけども、皇居の東御苑っていうのがあります。まあ、そこはタダで、入れます。でも月曜日と金曜日がクローズなんで注意してください。でそこは非常に綺麗ですね。でそこに行くと、まあ、堀が何重にもなって、石垣、すごい石垣が見れますし、あと天守台、昔のダンジョンですね。そこの建ってた、当時建ってた時は60メーターぐらいあったと。今ないからちょっと寂しいんですけども、その石組みがあって、当時を仕留むことができます。あと、二の丸庭園という非常に綺麗な日本庭園があって、まあ、そこに行くと季節のいろんな、まあ、当然桜も咲きますし、あと池があって、そこに綺麗な鯉ね、が泳いでます。そこの鯉は前の天皇が、まあ日本の鯉とインドネシアだったかな、なんかを掛け合わせて、ちょっと種類の違う尾っぽの長い綺麗な鯉になってますので、ぜひ見てください。私もここ以外のところであんま見たことない、ね。ここの東御苑の池で見れます。で中もすごく広くて、東御苑、まあ、半日散策できるぐらいのところなんで、で休憩する場所もいっぱいありますから、まあ、ピクニック、
するにいいんじゃないでしょうか。あの自分でなんか飲み物とか食べ物持って行って行けばいいです。ちょっといただきますね。本当は今日はハマリ宮公園に行こうと思ってました。でもチェックすると今緊急事態宣言出てるから、そういう国の関係する、国とか東京都の関係する施設はみんなクローズなんですね。だからこういう普通の公園みたいなところ、ここは公園でもなくて皇居のただの周りだけども、すごくお堀とかが綺麗くて、広くてリラックスできるようにしてます。まあ、コロナもどうかね、いつまでこう緊急事態宣言1月7日出て、とりあえず1ヶ月2月の7日までだけども、どうかな。あとだから今見るとヨーロッパも日本よりもっと大変な状況になってますね。まあイギリスとか変異種が多い、統計見るとドイツとかもすごくまた増えちゃってるし、なかなか収束の目が見えないですね。なんかワクチンが出たらもうちょっとイギリスとか話ちょっと収まるのかなと思ったら、別にワクチンがあってもなんか感染者ガンガン増えてるし、まあ、ちょっとそこら辺が心配なところですね。ワクチンがあっても結局自分たちがもっと防衛しないと、例えば手をきちんと洗ったりマスクしたりしないとこう広がっていくのは、まあ塞ぐことは全くできないですね。でも1年前の1月、今日1月16日にはこんなこと全く想像してなかったですね。中国でなんか変な肺炎があるっていう、武漢肺炎って言って、で中国の武漢がロックダウンされたのが1月の23日やからね。まあこれ全世もうすぐ1億人ぐらいになるんじゃない、感染者。今9000万人以上になってるし、死者がおそらく200万とか、ちょっと予想しない時代ですね。でもこれでいろんな社会の構造っていうのが、今までこう5年か10年かけてやってたような変化が一気にこの去年の1年でなっちゃった感じがしますね。まあ、例えば働き方も、日本も満員電車に揺られてみんな働きに行ってたんだけど、まあテレワークみたいな中心になって、私も週に1回行くだけですね。あとはもうテレワークで家でパソコン見ればいいんで様変わりしてしまいました。いろんなデジタル関係の企業は業績伸ばすし、あとまあ一番打撃受けてるのが飲食だと思うけども、この辺りはちょっとあれですね、ちょっとどういう風になっていけばいいのかわからないですね。居酒屋とかいわゆるホステスクラブとか、まあ、日本のちょっとカルチャーみたいなところもあるんだけども、そういうところが、まあ、いわば接触して目の前で友達と話しながらお酒飲ん でホステスクラブはまあお客さんとホームホステスホストと、まあ隣に座ってこう会話する。それできなかったらその店の意味ないんだよね、本当言うとね。こんなフェイスシールドかぶってやっててもなんか全然面白くないし、というのでそのあたりがどうなっていくのかっていうのはちょっと私個人的にはすごく心配です。そういうところ好きなんで。今日はもうみんなジャケット脱いでますね、暑いから。日本のクッキーとかケーキとかそんなに甘くないです。まあアメリカとかヨーロッパ行って、まあアジアもそうだな、いろんなスイーツ食べるとめっちゃ甘いですよね。もう歯が溶けるぐらい。日本はそんなに砂糖入れてないと思う。日本の女性の、スイーツの褒め言葉は、甘さが抑えられてますね、なんていう感じで、あまり甘くないよね、だからいいよねっていう感じ。私の彼なんかもよく言ってます。
これはソフトケーキ。ああ、これはあれだ、柔らかいな。クリスピーじゃない。このコロナでみんなの自宅にいるのが中止になって、まあ、ジョギングとか、私もだからそれでウォーキング始めたんだけど、割と近隣の自然の綺麗ところとか、すごくいろいろ発見しました。コロナがなかったらそんなとこ行かないよね、ウォーキングで近所の綺麗ところ。コロナなかったらもっと普通に有名な雑誌に載って綺麗写真に載ってるようなところばっかり行きますけど、近所の綺麗ところって雑誌に一切載ってないからね。でもそういうところがすごくたくさんいいところがあって、新しい発見が去年1年間いっぱいありました。まあブログにもいろいろアップしたけどね。それでは入ってみましょう。I'm here. People run this way. これは皇居の中のビルです。これはメガネ橋。水の反射でメガネみたいに見えるでしょ。ここは警備ね。それでは。